避難生活が続く能登半島地震の被災者の心のケアが課題となる中、県の災害派遣精神医療チーム DPAT が石川県に向け出発しました。 DPAT は大規模な災害や事故などが起きた地域で精神的な医療や支援活動を行う専門的なチームです。今回派遣されたのは鶴岡市にある県立心の医療センターの医師や看護師、精神保健福祉士ら5人で、今日は出発式が行われました。だいぶストレス抱えて不眠であるとか鬱とかいろんな方いらっしゃると思うので、ちょっと行ってみないとニーズがよくわからないので、行ってまず他の先に行ってる DPAT の方々もいらっしゃるので、皆さんとちょっと協力しながらまず行ってこれたらなと思います。 DPAT の5人は明日から14日まで石川県の避難所で被災者の心のケアなどに当たります。